ここは関東と東海の境目のとある場所。密かにライダーの間で人気と噂されている喫茶店センちゃんです。おや、今日も一人のライダーが喫茶センちゃんのマスターと話をしたくてやってきたようですね。ちょっと聞き耳を立ててみましょう。こんにちは。こんにちは。いやー、キサセンちゃん、久しぶり。うん、俺私この間初めて来た。うん、来た。うん、せんちゃん可愛くね。うん、可愛い。ねえ、握手されちゃったでもね、せんちゃんね、うん、なんとなんとなんとだよ、うん、レースクイーンにチャレンジするらしい。おおお、いやだから呼んできたんだけどね。ああ、そう。はい、あ、じゃあご注文お伺いいたします。あ、じゃあキャラメルスチーマーホイップエキストラでそんなもん食べねえんだブラックでかしこまりました、少々お待ちください。いや、ないけどなすいません、お待たせしました。はい、ほら、丸山さんのせいでブラックコーヒー出てきちゃったよないの、ここは生クリームもないの、ね、フレッシュもないんだからなんもない店ですなんもない、せんちゃんだけがいるっていうお店だよね。はい、どうもどうも、こんにちはこんにちは。さあ、今回ね、はい、小鳥ちゃんこの間来たよね。来ました、来ました。小鳥ちゃんね、一応レースクイーン、一応元失礼、現役レースクイーンですよね。元気、ほら悩んじゃったの、自分でも悩んじゃった。私一体何みたいな、違う方向行きすぎちゃって何も思ってるけど、もともとレースクイーンやりたくてこの業界入ったもん。そうだよね、せんちゃんね、レースクイーン、レースクイーン希望、レースクイーン希望で、あの番組で大盤振る舞いで言っちゃったの大盤振る舞いで言っちゃった。俺はやっぱレースクイーンつったら心配するじゃない、あの露出も多いしね、そんないきなりさ、せんちゃんのお父さんだったらダメ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 。レースクイーンってダメなの？なんかそこが私ちょっといまいちピンとこないんだよね。あの、私無断でレースクイーンやるって言って、うん、あの決まってた就職も内定自体勝手にして、勝手にオーディション受けて受かって、ね、っていう感じだから、うん、ちゅうか親怒ってたでしょ怒ってるよね。あー、はー、怒ってる。だってもう辞退しちゃったから怒ってもしょうがないじゃん、すごい、レースクイーンっていうのは何、そういう、うん、え、誰でもやりたいもんなの？私は、まあ、レジェンド的なレースクイーンの方とたまたま学生時代お仕事する機会があって、本当にその方がすごいかっこいいなと思って、ファンへのなんか対応とか、まあ、もちろん見た目も可愛い、スタイルもいい、そして愛嬌っていうのを見てレースクイーンになりたいと思ったから、うん、なんか誰でもっていうか何もなかった学生の私がなりたいって思ってレースクイーンを目指して、今この業界でお仕事してるから、あ、レースクイーンでいいんじゃなくなっちゃうこのせんちゃんだってさ、こんなおとなしいのにさいきなりみんなの前であのコスチューム、そうですよね、大丈夫、うん、いやちょっと心配あの時が経つにつれてだんだんちょっとひよってきて、せんちゃんがだんだん小さくなって小さくなって、そう、すごいちっちゃくなって、声もトーンも小さくなって、あのレースクイーン大きな声は出さないから、あ、そう、大きな声は出さないけど、とにかくニコニコ可愛く笑顔で、で綺麗に立つ、あ、それが、だから綺麗に立つ、ね、そのシュンってなるのは良くないと思うけど、うん、別にドカーンと大きい声を私みたいに出す必要はないかな。そうね俺はほらレースクイーン歴30年以上だなレースクイーンを、チームで扱いながら歴だから、うん、ね、それこそ毎年いっぱい見てるけど、うん、人気のあるレースクイーンはね、うん、絶対に常に笑顔が、うん、もう四六時中、この子、うん、素の顔が、福笑いじゃないだけ。あの、要は、笑ってる顔が、もしかしたら普通なのっていうぐらい、普通に歩いてる時も、ニコニコしてるっていう。本当にね、そうですよ。業界で人気のあるレースクイーンの子って、常にニコニコしてるから、してるよね、
女の子のファンとか女の子から支持されてる子がすごい多いんですよ。人気な子だと何々ちゃんって本当にいい子だよねって、なんかファンの人が応援したくなる気持ちも分かるよねってよく話してるから本当にその通りだと思います。で、それがなんか、うん、なんていうのかな、作ってできる子もいるし、作って頑張って常に笑顔を出してる子もいるし、もしかしたらこの子素で常に笑顔なのっていう子もいるし、まあ、どちらも努力でいくのかどうかだけど、まあ、まず笑顔がねなくならない、うん、本当に常にニコニコ、うん、まあ、人気がない子ではないんだけど、ステージに立った時と裏にいる時の顔が全然違うっていうのがこれはね、まあ、努力なのかもしれないし、それこそステージだって長いもんね。まあ、うちはブリーフィングとかで立つからやっぱ30分とか1回で立つからね、うん、ずっと意識しないと分かんないけど、ステージの上立つとすごいたくさんの人がいろんなとこからずっと見てるのね、うん、それこそカメラを構えてみんな持ってるから、うん、一瞬でも気を抜いた顔を撮られると最高でっていうことは一瞬たりとも笑顔が消えないって、これ難しい。俺もよく見ててよくずっと笑顔をしてること自体で疲れないのかなって思う。だから素が笑顔だといいんだけど、まあ、せんちゃんも多分本来素が笑顔、うん、ニコ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 してる、そうかな。でもそういう顔が出るじゃないやっぱり、うん、だんだんこう心配になってくるとシューとかうーとかっていう顔はやっぱり出せないし、心配になってきたらそうなっちゃうとか、うん、あとはいきなりこんなでかい砲弾でガーンって構えられてひよってるな。でもできるか、いやいやひよってる、ひよってだいぶひよってますよ。で、うん、あとはね、あとはコスチュームの入れ立ち、あだいたいさ、うん、モデルポージングって大丈夫？ポージングやったことないですね。ほらポージングやったことないけど、私もやったことないよ。なんだよ私もレッスンとか受けたことない。あのね俺レースクイーンでちょっと待ってちょっと待って、レースクイーンで俺ポージングを意識したことがない人はねあんまり知らない。基本的にこう構えて、こっち目線くださいって言ったらピシッピシッピシッ、そんなポーズ、ポージングの形が違う。ヤングマシンじゃないかな。なんかヤングマシンの決め方じゃない。ヤングマシン撮りますよ、はい、これはヤングマシン、これはヤングマシン、ね、でもあるじゃないカメラ向いた方から自分の、まあ、3パターン撮りますって言ってこうみたいな、うん、あとほら足を細く見せる方法があるわけじゃない、まあ、つま先こっちのこっちの、うん、重ねて足を細く見せる方法、勉強してる？してないです。大丈夫？マジ大丈夫？マジ大丈夫？レースクイーン、はい、それも普通よ、うん、全員努力してるし、うん、努力してもなかなかいけてない子ひどすぎる一番ひどかった。そう、じゃあせんちゃんがいけないとは言ってないのよ。努力してんのになかなかいけてない子もいるしね、うん、っていうことでね、ポージングでしょ、うん、あとね、あれでウォーキングだよ。ポージングもそうだけどウォーキング、歩く姿。いやレッスンしてる？してないです、もちろんしてないです。ごめん一つ突っ込んでる。はいはい、何何、うちのレースクイーンやると、うん、歩くよりサーキット内走ってることの方が、うん、走ってるね。いやいや、だからヒールで走ってます、だからあれよ、うちのレースクイーンはウォーキングプラスランニングランニングあるよね。それもあれだよ、ヒールで走っててよく褒められる。綺麗に走んなきゃいけないんだよ。綺麗に走るんですか、うん、こういう感じ。そんな綺麗じゃない。金ちゃん走りってのは恥ずかしい、なっちゃうよ。でも知らない知らないか、古すぎる。あの常にカメラ目線意識しながらこうやって横走りにして走るのが金ちゃん走り。でも常に何でも勉強してる、まあ、見られてる意識子たちがいるんでね、気は抜かないように。せんちゃんもやっぱりそういう努力をねしてほしいなと思って、今回大会レースクイーンだからね、キャンペーンがあるではないんでね、はい、ここ俺の大事なところ、俺の中では大事なところなの。今回2人
大会レースクイーン、レースの大会の中のレースクイーンで表彰台でちゃんとね、トロフィー渡したりとか、あとスタートラインに立ってスタート進行の時にこうね3分前ボードとかっていうのをねちゃんとこう客に出していくっていうことをするんだけど、その勉強をですねするのにですね、今回はテーマを設けて点数評価をしてみようかな。わお、厳しいな。厳しい、え、大丈夫だよね。ハードル高い方がいい。ハードル高い方が、まあまあそうですね。なんかちょっといいって顔してたけど、せんちゃんね、せんちゃん勢いでね全部言うは言うんだけど、だんだん近づくにつれてだんだん心配になってきてる。そうなんですよ、乗り入っちゃうからね。ちょっと励まさないとね、励ましてあげてよ。大丈夫、ありがとう。とにかくニコ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 頑張ります。大丈夫か、大丈夫か、待てな、大丈夫か、励ましじゃなかった。いやいや、でもね、頑張ってもらって、でもこれは一つの、まあ、チャレンジみたいなものだから、レースクイーンにチャレンジだけど、うちはアナウンサーもチャレンジで、小鳥ちゃんはレースクイーンをやりながらアナウンスチャレンジして、だんだんそれもやるようになってきた。あとなんだ、 MC か。あー、 MC うち多いですよね。 MC 多いね。せんちゃんやってみる、 MC。 MC? 言わせたね。やるって言っちゃった後にヒューって今だんだんうんって言わなくなってきた。なんでもちょっとひよってた、うんしちゃうと、うん、なんか何やらされるか分かんないってさすがにせんちゃんも気づき始めた。危ない。いやでもね、ちょっと楽しみ。いや俺の方が一番最初はちょっとビビってた。せんちゃんレースクイーンか、大丈夫かなっていろいろと、その、まあ、本来で言うとやっぱりさっき言ったようにあのプロの子たちっていうのはやっぱり勉強してるし、だってレッスンずっと通ってる子いるよね。ポージングも必ずウォーキングもやってる、ボイストレーニングもやってるとか、いろんなことで自分磨きをしながら、なんていうのかな、人前にやっと立つぞって言っていくのがレースクイーンの仕事でもあるんだけど、せんちゃん素で、あーレースクイーン OK みたいな。せんちゃんです。でも勢いなんだよな。まあそういうのもひっくるめてちょっと心配でもあり、親心としてはコスチューム着たことないのに着るかみたいな。俺そこちょっと心配だった。そういうもんか。私コスチューム着たいって言ってオーディション受けたから、なんかそんなに、うちの中でコスチューム入らない子も今まで何人か出てきたからな。入らないか。いや、どう、どうだろう。私ここ1年2年ではそんな入らない子は見たことないけど、いるんですよ。いるんですよ。さあ、あの、だいたいオーディションで、ね、水着審査ありますからね。水着審査あるんで NG になったりするんだけど、でもね、オーディションしてから3ヶ月後に肉が乗る子、いるよね。まあオーディション時期より太っちゃうとかはいるよね。女の子はやっぱりちょっとそれは体型の変化があるよね。まあ、それもひっくるめてせんちゃんがそこに耐えて、このなんていうのかな、ダイエットを常にしながらって。でも、まあ、ダイエットっていうか、そう、太らないような、せんちゃんだから素で、素の状態がレースクイーンだから何もしなくていいんだけど、そうでない子は頑張って頑張って全て自分の生活を犠牲にしてでのレースクイーン。せんちゃんは素がレースクイーン。素がレースクイーンなわけがない。いや、そんなわけがない。その自信がないとできないっていうことだけどね。素がレースクイーンなんだよね、多分ね。はい、せんちゃんです。ちょっと確かにレースクイーンってキャラとちょっと違うな。違うけど、でもせんちゃんの中ではその自分の中でなんていうのかな、レースクイーンも一つのやりたいことの中で、もういいよね。まあチャレンジって意味では、ね、二次元だったらよかったよね。どういうこと？二次元だったらあのピシッてアニメみたいに着るだけでいいんだけど、一応三次元だからね、横も取られちゃうし、立体が、立体後ろも取られちゃう、ね、後ろ自信ないな。そうよ、立体感ないとダメだよ。立体感、前も前。俺だんだんこれちょっとやばい、失礼なことしたよ。セクハラですよ。セクハラ。今ね、せんちゃんにハとか言って、なんだと。さあ、そんな感じで、もう、実はこの Q
喫茶せんちゃんをですね、うん、まったりこうやってこうやってお茶を飲んでる場合ではないぐらい、うん、今切羽詰まってて、もう数時間後には、うん、袖ヶ原に、うん、我々出かけなきゃいけないという形でね、喫茶せんちゃんも今日はもう12時間後にはコスチューム着て立ってるんじゃないですか。立ってるよね。立ってますね。立ってるね。ステージの上降りたあたりじゃないですか、もう時間的に。ドキドキだね。とりあえず一回コスチュームフィッティングしておくか。あ、そうです ね。おニューだし、はい、はい。じゃあね、ちょっとおまけでね、コスチュームフィッティングをね、この後ちょっと、控室の方で2人はやるとして、はい、まあ、そこで入んなかったら明日センちゃんはいない。ないと。よく自分で触れたね、それね。よく触れたね。いないです、はい、ということで、今日のスナックセンちゃんでもね、この喋りはスナックノリな感じが、ね、今日の喫茶センちゃんはね、レースクイーン前日に日夜センちゃんを応援する、うん、ありがとうございます、ね、はい、ということで、はい、はい、視聴者の皆さんもね、ぜひね、応援して喫茶センちゃんにもね、寄ってくださいね、うん、お願いします。はい、それでは、我々もですね、そろそろ退出します。はい、はい、それではまた来ます。はい、また来てください。はい、ありがとうございます、はい、クリームがない。ごめん。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また、はい、いただきます。ニヤついてしまう。